きます。93人中。バカやろ、ほんとに。おはようございます、しんたすけでございます。今日はね、こちら81番ということで、やっぱりね、パチスロはいいんですよ。裏切らないですから。やはり自分さえしっかりできれば、しっかりと答えてくれる、それがパチスロだと思うんでですね、そこをお見せしていきたい。しかしながら何が取れるのかっていう、乞うご期待でよろしくお願いします。さあ何が空いてるかな。全然無理なんだけどね、全然無理なんだけど。あー、マクロスもダメ。あ、から、あ、空いてないね。あ、したらちょっと滑り込んだぜ。バンバカだぜ、まさかの。新年明けましておめでとうございます。2024年も本日1月14日日曜日、しばらく落ち着くまではね、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。続けていきたいと思います。さあやってきましたのはコンコルド袋井高尾680台のお店ということで、並びがざっくり100人、私が引いた番号81番ということでございましてね、吉宗ライジングの導入集だったんで打ちたかったんですけども、余裕で無理、マクロスも無理、ビレッジも無理、からくりも無理ということでございまして、今回は久しぶりにバンバカ鏡啓志郎に新年のご挨拶を一発かましていきたいと思います。はい。でスマスロを出てですね、ちょうど1年ちょっと経ちましたけれども、なんだかんだ番長の遺伝子を受け継いでるのは鏡ですから、新年のご挨拶ビシッとかましていきたい。ただやっぱり狙うのは6です。共通ベル32分の1を目安にやっていきたいと思いますんで、お願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、手がかじかんでんのよ。で、袋井なんですけど、鏡のこれ6だろっていう台を打てた店でもあるんですよね。多分袋井で収録し始めの時だったと思うんですけども、で、そっからコンコルド収録の中ではなかなか苦しい、お店の一つになってしまってはいたんですが、前回からくりでね、推定4でまあしっかり勝ったことでいい波に乗っていけるんじゃないですかね。はい。お、あるの、あるの、あ、ないな、ないな、うん、ないな。確かね、前回はここの台6だった。うん、すげえ粘ってて、グラフも右肩終始右肩上がりのナイスグラフだった。ただ同じお店袋井で番長ゼロずっとホットスポットで右角6だったのに、俺がやっとそこ座れたら4だったってことあるんで、しっかりと見極めていきたいですね。さあ久々188ゲームね。最初のトラン、どうだ。お、残れ、よしよし、6ゲーム目だぞ。もう1の1で良さそうだね。196ゲーム1の1、一発ぶっ壊しとくか、お前なろう、お前。はい、してるす。まあいいや、今200ゲームなんだけど、こうゾーンで当たるからで、ね、サンプル増えたってことでいこう。バカ野郎、ほんとそういうとこだよ、ほんとに。
もう舌打ちだわ、ほんと頭にくるな。お前250超えたらただじゃおかねえかんな、やろう。本当に俺のせい、自分のせいなんだけどね。お、当たるね。よし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 、これはね、俺的には1回しかガセったことないやつです。はい、期待度 90% あります。はい、大丈夫です。250ゾーンで当たったんで OKOK。 さっきのラブホのミスは全然 OK ですね。こうやってちょっと下げといて上げるこの気持ちの高ぶりを味わわせてくれたんで、さっきのラブホをミスったのはグッドジョブ、略してグッジョブ、もっと言うと GG、ね、違うよ、 GG だよ。 GG はグッドゲームの略だわ。おい、5回目ね、5回目。ツイストですか、それともミルクですか。あ、なるほど。おわー、あっぶね、まあ、そこはノリーに攻撃させろよ。オーケー、オーケー。最初はちょっと普通に行くわ。まあね、楽曲とか認めるよ、みんなも認めてると思うけど、ちょっとね、大都議権楽曲以外頑張れ本当に。まあ十分でしょう、十分十分。160枚増えたからね。共通ベルは12回だから非常に悪い。はい、315ゲーム。このチャンス目解除うまいな。そして一向に引けない共通ベル、従いコイン持ちもよろしくなく、ちょっとこの台はリリースしなきゃいけないのかもしれない。ちょうどね、250のゾーン抜けでやめた台が2台あるんですよ、うん、多分フクロイの鏡はちゃんと使ってんすよ、まあ、他のコンコルドも使ってんすけど、他のコンコルド以上にちゃんと使ってんすよ。ただやっぱりね、丁寧に使ってる店だけあって、お客さんも分かってて、ちょっとあや疑わしきはすぐどくんだよね。ほら、他の店だとさ、そもそも座んないから鏡自体もうないじゃんね、そこなんだよね。その天国はそんなに行くもんじゃないっていう認識があるんで。ああ、そうそう、そういうの待ってたよ。 OK、 ナイス。今日はハードル高えなあ。そういえば終了画面も出てないね。存在すら忘れていたんだが。もう全体的に56は終了画面出ますんで、ってことはやっぱなさそうっすね、この台ね、うん、だいぶなさそうっすね。3の0、うん、まさか列でなんかやってる、後ろすげえ盛り上がってんだよな。そういうことする、このやるな、カバネリの時やってたな。そうすると真ん中だな。よし、俺真ん中の台行くわ、うん、鏡10台あって5台5台で並んでるんだけど、後ろの5台が誰一人やめてなくて、みんな4回以上当たってんだよ、ボーナス。これなんかやってんな、さては何かやってんだろこれ、
唯一この子のいいところを挙げるとトランク8の2で入ってるっていうところだけ。はい、ということでこの1台目はリリースです。88ゲームで投資が1万9000円の42枚で、真ん中の台攻めたいと思います。はい、やっぱね200ゾーン抜けるとやめるって方が非常に多くてですね、この台も262ゲームやめで当たらずです。何も当たらず、多分トランクを立て続けに3、4回引いてる可能性もありますね。あとはベル信者であればベルが全然落ちないっていう理由でやめた可能性もある、そんな台です。何も当たってないです。でこれ他の店で通用するかっていうと絶対通用しないですから、もうコンコルドだけですね、僕の知り得る限りは。未だに鏡をね、2024年になって10台しかもまあまあいい場所、入り口入ってすぐの場所に置いてる店なんてなかなかないですから。でこういうのなんていうか知ってます？最近覚えたんですけど、ムーブって言うんですよ。結構ね、あのいただきチャンネルってあるじゃないですか、あのサスケが出てるやつね、割とあちらを見てくれてる人もこちらを見てくれてて、で僕の現場にも結構遊びに若い子は来てくれるんですけど、審査聞いてくださいよ、この前俺バルブレーブから何々へのムーブでどうのこうのみたいな、日常会話で使うんすよ。だから要は日本語で言うと立ち回り、うん、立ち回りのことムーブっていう、知ってましたね、ちょ俺2024年は使ってこうかなと思って、俺ちょっと鏡でムーブしてさみたいな、もういきなり座って10ゲームでベ共通ベル2回落ちて、あこれはあるなっていうみたいなね。だからさ、そのムーブも使ってる店じゃないと通用しないんだよねみたいなね、うん、これいきなり来ちゃうんじゃないの、トランク一発。でムーブ成功しても決まりまくると神ムーブっていうらしいんですよ。ちょっと待って、6ゲーム目じゃないこれ、おおお行くんじゃねえかこれ、マジでこれ神ムーブじゃないか、これ神ムーブ来たろ、これ神ムーブ来たよほらね。でここで調子に乗っちゃダメなの、これ決めてこその神ムーブだから、これ決めてこその神ムーブだからね。あかんに、ああ神ムーブになったのに、俺に神ムーブを決めさせてくれ本当に。いやそんな甘くねえんだよ。くー惜しい惜しい、神ムーブ惜しい。これ終えるね、これ終えるよね、うん、ステージ変更だな。さあ、なかなか行かない超高ステージでございます。415だいぶいいゲーム数ですよね。415 32足して447になるじゃないですか。それよりも早く決着がつくようであればいわゆる本前兆で選びやすいゲーム数になるんでだいぶいいですね。あ、大丈夫そうですね。はい、これで10回目、150ゲームで 10回揃ってます。ああ大丈夫だ、大丈夫大丈夫。はい、追加5000円の400ゾーンですね。
ごい意外、多いだろう。全然ダメ、暑いね、これ大丈夫でしょ。お？告知だけで言うと、強チェからもう7ゲーム以上過ぎてるんで、OK、どうやら USA2 号停止からでしたね。 10% の方指しました。ようやくアメリカンドリーム。ちょっとカカカカモン聞いておらんのだが、終了画面も出ず、くー厳しいか、厳しいな。あれ3万円なくなっちゃった、やばい、超眠いんですけど。世界で一番眠いまである。お5-2 だよ。ラルコースワン、そうそう、全身が欲しいの。9回目。ああ来た来た来た、弱者以外で、今弱者以外でって言ったよね俺ね。よし、全身脱毛はなくてもいいよ、そろそろ当たるからね。よし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 、ふう、きちい、いいよ、きついときはきついって言おう、ね。総投資が32,000円、総投資32,000円。ああ OK、 セクシーセクシー。大体さ、毎度言うけど、鏡消しろ完全に俺モデルだからね、うん、鏡消しろ俺がモデルだから。ああ終了画面出ねえし、おだいぶチャンスだな。一応8ゲーム前に全勝っぽかったんですけど、1ゲームだけ3人出て、その後全くノーアクションだったんですよ。一応僕の認識、一番最初に出た時からはもう16ゲーム経ってんですよ。でこの時点で対決にも KJT にも発展してない時点で激アツじゃないですか。で仮にリゾートに変わったタイミングからの前兆であれば、まあそれはそれで激アツなんで、これ大丈夫ですね。はい、さすがに3度目の正直モード A 250で刺さりました。赤、OK、はい、260ゲーム。260ゲーム、感染告知につき5確定。おお、いいねいいね、80、お
3分の1チャンスいただきました。ありがとうございます。神ムーブですか、これが噂の。やるしかねえだろ2024年なあ。久々だわラッシュモア、ほんまにラッシュモア、ほんまに久々、3年ぶりぐらいなんじゃないのラッシュモアマウンテンステージとかねえ。アメリカ柄とか出ねえかな。あーダメか、やるしかねえな。ここはやっぱアローだろうな。今年最初のお年玉を塗るチャンスは本域のアローで、行きたいと思います。アロー、よし、パーフェクト、 This is perfect。 ありがとう、明けましておめでとうございます。勝ちましたね、今日も京都で。ちょっとどんどん揃えていかないとな。あ、7揃いのたんびにリスク獲得。おお、これでもいいよ、全然 OK。まあまあでもストックね。7個だな目標。まずいぞ、このままだと6個しかいかないぞ。ああ、あと3個。ナイストゥミーチュー、ナイストゥミーチュー。はい、してます。はい、来ました、あと2個。いいペースですよ。21ゲームで合計ゲームってことは8個ペースですね。はい、してます。あー惜しい、6個な。22ゲームで6個ってことは今 8.4 個ペースです。あ、お前、あ、落ちてく落ちてく。よしよしよし、これで一応ノルマ達成、ノルマ達成。もう一個いっちゃう、連続で。ダメか、よし、限界を超えたよ。ここで限界超えないでいつ超えんだよなあ。もう一発いこうか。
よし、限界突破よ。2024年限界突破よ。ああ、おっしゃ、はい、8の1。お、もう1個いこうか、10個いこうか、10個。はい、自己記録達成ね。自分を超えられるのは自分だけ。もう名言しか言えなくなってんだけど今どうしようね。名言しか言えないんだけど、これちょっと、ただね、ファンの人で12個っていう人いるわ。うん、えぐかった。これでまあ、赤が全部50ゲームだったとしても450ゲームプラスケンシロウダンスなんで、まあ勝ったでしょ今日ね。うん、あー楽しい。よしよし、で6ゲーム目でノリオーケー。これ見て赤ディスク5個、10個目ですね。おお、青きたよ。インクレビデオ、なんだって、なんて、青ディスク2個はなかなかないですよ、経験が。さあケイシローダンスやりましょうよ。いいね、当たりしかないって幸せだよね。じゃあちょっと俺、そうね、プレジデントボーナスでセットしちゃおうかしら。告知が入ったらプレジデントボーナス。はい、まあ、これ短いゲーム数で終わらすの得意なんで、おお、うまいね。そう、褒めとこ褒めとこ、うまいね、俺うまいね。サーチ and okay。 よし、ノルマ達成。お前ふざけんなってマジで。まあいいよ、まだあと1個あっから、まだあと1個あっから。あーねー、なに、ちょ、しかもまだノーカモンだし、マジ、まだカモン聞いとらんし。おい、赤ディスクは10個持ってるんで、まず1個目。へい、予想通り。
大体50なのよ、もう決まってんの。ダメね。いや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 、こうルーレットの演出発生させて見なくていいやって思わせるのはいかがと思うよ。もう600で当たってくれ。当たんないのね。天井までたどり着けないか、俺の超プレジデントボーナスじゃ。まあ皆さんも経験あると思いますけど、ある程度乗せちゃった後って鏡はもうあとは消化するだけっていうイメージが本当に強いですね。まあ公表されてないのでね、あの何とでも言えると思うんですけど、まあここに関しては普通にそういうシステムになってると思います。はい、回す初めてだし、こういうのの存在すら忘れちゃってるもんね。今後のね番長4とかにより一層そういう あれって思ったところを変えて来てくれることを期待してますね。2024年はだいたいさ出てると楽しいんだけど、あ出るって思った時がすごい楽しくて、で終わってってよし出すぞってこういう感じなんでいつもそうなんですよ。これあるやつだよね。そう、これで出てきてくれそうだね。これようやく強いもんね。ああ来るわ、これはダイナマイト。やっぱセクシーの後はダイナマイトつけてほしいな。久しぶり。さあ2500枚、そしてラストゲーム、これが僕の超プレジデントの力です。はい、こんなもんはプレミアなんですよ。よし、演出、そう、おい、それプレミアムじゃねえよな。バンバカエリートサラリーマン鏡、2024年にしてですね、もうないお店も多いんじゃないんでしょうか。はい、でここで一つ、要は未だに鏡番長ゼロ置いてる、特に台数を抱えて置いてる、バラエティに1台とかじゃなくて、まあ3台5台ここみたいに10台抱えてるような店っていうのはさすがに使わざるを得ないと思うんですよね。それで、まあその場合はデータ表示器見れば、僕の台なんて昨日44回ついてるんですよ。
僕が最後打った2代目ですよね。だからそこをあれしてちょっと攻め方を変えられればいいんじゃないですかね。でまあそれ以外はコンコルドプラスシンノスクプラスダイトみたいな、あここの法人とあのなんかタレントだか演者だか知らんけど来てる時はまあダイト出してるよねっていうような状況があるんだったらそれは狙うべきだと思いますし、ただまあ僕の代はあって4と、しかしながら例の神ムーブをね炸裂させまして、46枚かける32本、大体そうですね1400枚ぐらいですか使った枚数が、で2400枚プラス1000枚という感じでございますんで、大勝利というか心よい勝ちと書いて快勝でございますね。はい、で鏡10台あって直撃2回にっていう6っぽい台確認できたのはまあプラスでしたね。まあ、次回以降も狙えるのかなと、この台数あれば。ただ前みたいに2分1、56だよとかそういうような状況じゃなくて、まあ10台中当たりが1、2台で、まあ上は4あるけど下は2あるよみたいな、そういう状況だと思うんで、本当に丁寧にこうどこでムーブするか、そのムーブが決め手になるんじゃないかなと思います。でそれ以外の機種に関しまして言うと、コイン機が本当やっぱ強いです。この店 R2 がすげー出てました。 R2 って設定関係ないよね、あれ確かね、出るときは。とはいえ上ないとやっぱなかなか出ないと思うんで、であとは延々安定、カバネリ安定、傷物語だ、エウレカだ、あーなんだ、あー新風景も1台出てたな、うん、スマスローはどうだろう、まあ悪くはないけど良くもないかなっていう、忖度なく言うと、ただ吉宗は前代2000台オーバーしてた、まあ2000枚ぐらいは出るんだよね、うん、だまあ前回からくり僕一応4は積もってると思いますんで、積もってるっていうのかそれ、うん、なんでね、もし遊びに来られる方いたら、まあ当然からくりだなんだねあるんですけど、コイン機を念頭に、あと A タイプも出てるんですよ。だ常連を大切にする店だなっていうのがすごいよくは毎回思います、袋井は。はい、ということでまた次回よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。